はい、竹です。このショーニャンベースをフレットレスにしたので、6弦のフレットレスベースを自由自在に弾けるための練習記録としてアップしていきます。6弦フレットレスベース奏者のスティーブ・ベイリーの教則本、スティーブ・ベイリーズ・フレットレスベース・ジ・ウルティメイト・フレットレスベース・ワークアウトを参考に練習していきます。6弦ベースでやってますけども、4弦ベースや5弦ベースでもできる練習もありますので、よかったら一緒に練習してみてください。今回はスライド練習その2です。映像の最後に今回の譜面を10秒ぐらい音なしで載せてあります。よかったら停止させるなどして練習に使ってください。タブ譜も載せてみました。下から B、E、A、D、G、C、弦になってます。自分が使っているベースで合わせてみてください。5線譜の上には番号がありますが、これはフィンガリングの整理指番号になってます。1、人差し指、2、中指、3、薬指、4、小指です。で、この譜面ですが、ヘ音記号、F クレフの横の調合にシャープが1つついてますね。メジャーキーだと最後についたシャープの半音上の音がその譜面のキーになります。F にシャープがついて F シャープ。で、その半音上なので G。キーは G です。G メジャースケールの隣の音へオクターブでスライドして上下します。斜めの線の入っているところをスライドさせていきます。今回は同じ指で、ずっと押さえているような形になるので、手にすごく負担がかかりますので、疲れたり痛くなったら必ず休憩してください。無理すると故障につながります。で、最初、1小節目1拍目の音、 E 弦3フレット G1 人差し指、 D 弦5フレット G3 薬指、今回使う指はこの人差し指と薬指だけなんで、この後もずっと押さえていきます。最後の8小節目以外は四分音符クォーターノートで弾いていきます。で、これをスライドさせて、1小節目の2拍目の音は E 弦5フレット A、 D 弦7フレット A、 1小節目の3拍目の音は今の音をそのまま弾いて、でスライドをさせて、4拍目の音は E 弦7フレット B、 D 弦9フレット B で、2小節目1拍目の音は今の音をそのまま弾いて、そこからスライドですね。2拍目の音は E 弦8フレット C、 D 弦10フレット C で、3拍目の音は今の音をそのまま弾いて、そこからまたスライドで、4拍目の音は E 弦10フレット D、 D 弦12フレット D で、3小節目の1拍目の音は今の音をそのまま弾いて、そこからまたスライドで、2拍目の音は E 弦12フレット E、 D 弦14フレット E、 3小節目、3拍目の音は今の音をそのまま弾いて、でスライドさせて、4拍目の音が E 弦14フレット F シャープ、 D 弦16フレット F シャープ、で、4小節目の1拍目の音は今の音をそのまま弾いて、スライドさせて、 E 弦15フレット G、 D 弦17フレット G で、今のと同じような、形で下がってきます。7小節目の E 弦3フレット G、 D 弦5フレット G で、ここからスライドさせて、8小節目の1拍目 E 弦2フレット F シャープ、 D 弦4フレット F シャープで、これは2分音符で弾いて、
そこからまたスライドさせて、この E 弦3フレット G と D 弦5フレット G に戻ります。でこれも2分音符です。これ最後の下がるのがもしきつかったら、その前の7小節目のこのまでで終わりにしても大丈夫です。ではこの譜面を弾いてみましょう。メトロノームを BPM601 回を4分音符クォーターノートってことにします。これができるようになったら他の指、2の中指と小指を使って手も弾いたりとか、他のキーとか、他の弦でスタートしたりとか、いろいろ弾いてみましょう。今回はここまでです。ベースレッスンで取り上げてほしい奏法や練習の仕方などがありましたらコメント欄に記入でも、概要欄にツイッターアカウント載せておきますのでそちらまでコメントをください。よかったらチャンネル登録やいいねボタンをお願いします。それではまた。